はい、こんにちは。今日も朝冷え込んだんですけどもね、昼間はこのように晴天ですね。あったかいです。いつも私が乗ってる軽トラはですね、だいたい助手席はこんな感じでですね、もうひっちゃかみっちゃかな状態ですね。まあとりあえず、一旦家を出るときには何でもかんでもこう持ってきますね。これが私がいつも使ってるこの買い物カゴでですね、出荷台帳やら何やら資料だとかですね、新聞だとかですね、種だとか、ごちゃごちゃになっちゃってるんですけどもね、もうあんまりこれで、避難をしてほしくないんですけども。ということで今日は何をやってるかと言いますと、葉っぱの日ということですね。種まきですね。育苗がだんだん増えてまいりました。まだこの2列だけなんですけどもね、もう一発目のですね、白菜くん、植えないといけないですね。いやはやいやはや、これがこっちのはキャベツ、ブロッコリー類ですね。まだちっちゃいですけども、できてきてますね。でこれは温床ですね。こんな感じで、だいぶ暖かくなってきましたね。2月になりましたらですね、これにこう黒シートをかぶせて、この上にですね、夏野菜の種をまいて、トンネルをかぶせて、育てていきます。そしてですね、やることはいっぱいなんですけども、この育苗ハウスの隣にちょっと小さいですけどもね、またちっちゃい、簡易のまた育苗ハウスを今作ろうとしているところです。ちょっと忙しくてね、なかなかこう手つけられないんですけども、このスペースですね、このスペースにハウスを作るんですけども、このようにですね、そこのところにですね、こうパイプを埋め込みましてですね、で飛ばないようにですね、どう言ったらいいんでしょう、こんなやつですね。まあ一般の人はこういう見たことないと思うんですけども、こういうものをですね、地中に埋め込んでですね、この下のですね、この棒がですね、飛んでいかないようにしなきゃいけないですね。なんといっても建造物を建てるときが一番怖いのは台風ということでね。そんな感じでここに今20本近くこのある、パイプハウスですね、これを全部こちら側にこのように植えていかなきゃいけないということでね、これもちょっと1日や2日ではできないのでね、なんとか時間を作ってやらなきゃいけないという、そんな感じでですね、時間に追われているところです。まだ1月始まったばっかりですけどもね、忙しいですね。まあでも自分一人でやってることですから、それはそれで楽しみながらってことです。ということで、そんな百姓の家の1日でした。それではまた。